おい、この時期までどんだけワクワクさせてくれんねん。最高すぎかよ。オリックス、阪神、めちゃくちゃいい勝負やんけ。てか山本由伸、多分調子悪かったと思うけど、あれなんなん結局。14奪三振で。もう今日が多分最後の登板やな、日本でな。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでですね、今年中、2023年中にですね、チャンネル登録数1万人、1000人違うよ。1万人をね、登録者目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思うんですが、いつもはジャイアンツ情報を中心に発信しているんですが、ジャイアンツはね、もう、シーズン終了しておりましてね、今日本シリーズをやってるというところで、最近はね、他球団の情報も発信させていただいてます。はい、そんな感じでね、今日は先ほど終わりました、オリックス対タイガースの試合解説をやっていこうかなというふうに思ってます。はい、まずはじめになんですけども、この動画の流れをお伝えいたします。この、ボードの左側でですね、得点シーンであったりとか、そういうところをさらっと見ていきます。そしてこのボードの右側でですね、僕が気になったところを、時系列順にね、バーっとこんな感じで書いてますんで、この選手、この時こういう風に考えてましたねとか、ここはね、こういう駆け引きがあってねとかいう感じでね、ハイライトだけではわからないようなところを、できるだけね、わかりやすい言葉で、野球があまり詳しくない方にも、お伝えできるように、頑張っていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、オリックスファンの方であったりとか、阪神ファンの方が見ても面白いかなというふうに思いますし、今、アマチュアでね、頑張ってらっしゃるね、少年少女、少年、野球で頑張ってる少年少女たちであったりとか、野球の指導者の方が見ても面白いかなというふうに思いますんで、ぜひ、そういう方々をね、見てみてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はね、すごい試合だったですね。面白かったですね。山本由伸さんが、さんでもないか、後輩か。後輩というか、年下なんでね、山本由伸投手がね、非常にいいピッチングをしたという、ゲームになってるんですけども、まあ結論から言いますとね、5対1、5対1で、バファローズ、オリックスが、勝利をしましてね、3勝3敗というところになりまして、明日の第7戦で、ついに決着が決まるというところ、最後の最後まで、粘ってね、非常にいいゲームをしているという、日本シリーズになっております。じゃあちょっと得点シーン振り返っていきますとね、まず先制したのは阪神だったんですよ。で、2回表にワンアウトからノイジーが、ライトスタンドにホームランを打ちまして1点先制しますと。なんですけども、すぐその裏ですね。2回裏に、ワンアウト2、3塁から若月選手のライト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁から中川選手の犠牲、レフトへの犠牲フライで、すぐね、その裏に2点をね、返しまして、逆転に成功しますと。なんですけども、5回裏ね、ワンアウト2塁から紅林選手のね、ツーランホームランがありまして、4点。で、4対1という風になりまして、最後ダメ押しね、これは、8回裏ね、先頭の頓宮選手がもう完璧に狙ってたと思うんですけども、ホームランを放ちまして1点追加というところで、5対1で、オリックスが勝ったという試合になっております。じゃあちょっとね、右側でね、僕が気になったところであったりとか、すごい、ここはポイントだよみたいなところをね、できるだけ詳しく見ていきますんでね。こっから見てよ。OK。こっから見てよ。こっから大事だからね。いっぱいメモってるから。OK。あ、よし、行きますよ。行きます。まず1回裏なんですけども、まあ、僕が気になったところね、2アウト1、3塁という場面で、バッター頓宮選手ね、ショートライナーを打ったという、場面なんですけども、まあ、結局この回0点に終わったんですけどね、オリックスはね。なんですけども、非常にね、この村上投手ね、阪神の村上投手、まあ、今日通じてですけども、やはりコントロールの精度が悪かったんですよね。特に高めに浮いたりとか、村上投手で言うと生命線なんですけども、右バッターのアウトコース低め、
左バッターのインコース、であったりアウトコースっていうところがなかなか決まってなかったりとかね、特に右バッターに対するアウトコースっていうのがなかなか決まってなかったりとかね、高めに浮いたりとかしてて、やはり今日調子悪いんだろうなーっていうふうに思ってたんですよ。で、この1回裏にね、いきなり2アウト1、3塁っていう場面を迎えるんですけども、なんとかショートライナーに抑えるっていう場面なんですが、この頓宮選手からすると、この2球目のね、ストレート、真ん中、ほんまにど真ん中に来たんですよ。なんですけども、それをね、ファールで打ち損じてしまったんですよね。それが、結果的に村上投手を助けたというかね、結果ね、このショートライナーで打ち取れた、まあ、要因かなというふうに思いますんで、頓宮選手からすると、このまっすぐのど真ん中っていうところを捉えきれなかったっていうのが、チャンスで凡退した、原因かなというふうに思っております。で、次、2回表なんですけども、2回表はね、まあ、ノイジーがね、ワンアウトからホームラン打ちまして、その後すぐね、ワンアウトから佐藤選手がね、二塁打、これもね、右中間に落ちるような打球だったんですけども、非常に高走塁でね、二塁に行きますと。で、ワンアウト二塁から、これ、糸原選手ね、今日もね、DH、出てまして、センター前ヒット。で、ワンアウト一三塁っていうところなんですけども、この、木浪選手ね、まあ、ここが結構今日ね、ポイントだったと思うんですけども、見逃し三振しちゃうんですけども、これね、ワンアウト一三塁っていう場面ね、やはり、木浪選手足も速いですから、ゲッツー崩れで1点なんてことも、全然考えられるんですけども、そこをね、バットに当てさせなかったというね、山本投手の、ナイスピッチングでね、バッターとしては何とかバットに当てて、何とかこう、1点、ゲッツー崩れでもいいし、もう犠牲ぐらいでもいいし、何でもいいから、もう1点、この回ね、ノイジーの後にもう1点追加するっていうのが、非常に大事な、1点であるんですけども、そこをさせなかったっていうところが、オリックス。まあ、特に山本投手が良かったとこかなというふうに思います。で、見逃し三振取った後に、2アウト1、3塁でね、坂本選手をデッドボール当ててしまってね、まあ、阪神で一番いいバッターの近本選手に回してしまう、ツーアウト満塁という場面で、近本選手に回してしまうところまでは、ダメというか、誤算だったと思うんですけども、そこもね、フォークボール、で、空振り三振取るっていうところで、まあ、やはり、木浪選手のね、このワンアウト一三塁という場面で、最低限、1点取れることが、取れなかったっていうところが、非常に大きかったのかなというふうに思いました。で、次、2回裏なんですけども、2回裏もね、まあ、先頭ゴンザレス選手が、センター前ヒット打ちまして、ノーアウト1塁からね、杉本選手がね、レフトにガーンと、大きい、まあ、ホームラン級のね、打球を打ったんですけども、ちょっとドームのね、上に当たりまして、2塁打という判定になりますと。で、ノーアウト2、3塁から、セデル選手がね、見逃し三振。ここはね、逆に阪神バッテリーからすると、絶対バットに当てられたくないと。どうにかして三振を取りたいという場面で見逃し三振ね、インコース裏書いてズドーンっていってね、そこに投げ切れた村上投手も非常に良かったと思うし、そこはね、いい配球だったと思います。で、このワンアウト二三塁という場面で若月選手にね、これ、ライト前ヒットを打たれてタイムリー打たれるんですけども、まあおそらくですけども、これ初球にね、フォーク行ったんですよ。フォーク行ったら若月選手がね、全然合ってないようなスイングしたんですよ。で、ワンストライクになって、で、次の球を、ストレートの外にね、ちょっと外し気味に、構えてたんですよね、坂本投手は。あ、坂本捕手はね。なんですけど、村上投手がその、ボールがね、甘くなってしまって、若月選手がライト前ヒットって打ったっていうところなんですけども、これね、おそらく、リードの配球の意図としてはね、まあ、フォークが全然合ってないっていうのは、坂本捕手も分かってたと思うんですけども、そこを続けるっていうよりかは、ストレートを見してね、ボールにしながら、最終的にもう一回フォークで最後ね、打ち取ろうっていう風に思ってたんじゃないかなっていう風に思うんですが、そこをね、ちょっとね、村上投手がアウトコースのボール球の際に関して、ボールが内に入ってしまってね、それを当てられてね、ライト前ヒットに打たれるっていうところは、これは非常にもったいなかったかなという風に思います。で、ワンアウト一三塁からね、中川選手が犠牲フライ打ったんですけども、これもね、これはね、僕は全然気づかなかったんですけども、テレビ見ててね、今日はヤクルトの中村捕手ね、僕が、坂本捕手と中村捕手っていうのは、セリーグで1番、2番ぐらいを争うようなキャッチャーだよっていうふうに僕言ってると思うんですけども、その中村捕手が今日プレイヤーズ、解説でね、出てらっしゃって、これは、ああ、そうだなと思ったんで、ちょっとね、真似するというか、お伝えしたいんですけども、
1球目フォーク行って空振りで、2球目、インコースのストレートの、ちょっとボール気味のボールを、審判がストライクと言ってくれたんですよ。で、中村捕手はね、そういう、ストライク、ボール臭いボールをストライクって言ってくれた時は、次のボールで勝負しに行った方がいいっていう風におっしゃっててね。なんですけども、坂本捕手はね、一回外のボールで、外して、で、インコースのストレートを行ったんですけども、それがちょっと中に入ってね、レフトに、犠牲フライ打たれるんですけども、僕もね、それね、僕にその視点はなかったっていう風に思いまして、勉強になるなと思ったんですけども、やはり、ボール臭いボールを、ストライクって言われた時って、バッターって、えっていう、あれ嘘やろっていう感じになるんですよ。そういう時って、やっぱり、あ、ストライクゾーン広いなってな、思って、ちょっとストライクゾーンを広げていかなきゃいけないなっていう風に感じるんで、バッターはね。そういう時に、ストライクからボールになるようなフォークボールであったりとかね、っていうボールを掘ると、やっぱりストライクゾーンを広げてくれる分、いつもより振りやすくなったりするんで、そういう意味で、中村、捕手はね、中村、今日、解説者がね、そういう風に言ったと思うんですが、やはりね、そういうところは、審判のその、なんていう、癖であったりとか、そういう判定に、判定もね、こう、加味しながら配球していくっていうのは非常にね、重要かなというふうに、いうふうに思いますし、僕もね、野球、もうやってないんですけども、非常に今日ね、そこの部分は、非常に中村捕手の、コメントが、勉強になったなというふうに僕も感じました。で、次3回裏なんですけども、3回裏をね、先頭紅林選手にフォアボール出しちゃうと。なんですけども、ノーアウト一塁で森選手に、カーブを投げてね、ショートゴロをゲッツーというところで非常に大きかったなというふうに思います。で、この回もそうなんですけども、前のイニングぐらい、2回、まあ、このイニングかな。このイニングぐらいから非常にこのカーブっていうものを使い出してる、阪神バッテリーね。坂本捕手がカーブっていう球種を非常に多く使ってて、まあおそらくそれの意図とすればね、やはりこうストレート、先ほど言いましたけども、ストレートのコントロールがなかなかこううまくいかないというところで、カーブっていうのはね、やはりこう体をちゃんと使ってないとというか、体をバランスよく使ってないと非常にね、投げにくいボールというか、投げれないボールなので、そういうカーブという、ボールを使いながら、バッターにも緩急っていうのを意識させれることができるし、体の使い方であったりとかね、その、腕の振りであったりとかっていう、調整になるようなボールでもあるので、そういう球種をね、多投することで、打者の意識であったりとか、村上投手の、本来のまっすぐを投げれるような調整を図ってたんじゃないかなっていうふうに、坂本捕手の意図としてね、そういうふうに僕は思いました。非常にナイスリードだと思います。で、次、4回表なんですけども、4回表も、ワンアウトから糸原選手がね、今日もね、セカンドへの内野安打放ちまして、で、ワンアウト一塁という場面でね、木浪選手が入ったんですが、そこでね、まあ、木浪選手はね、バットに当てるのも上手いし、まあ、いろいろ小細工もできるというところで、初球にエンドランをかけてきますと。で、レフト前ヒットを打ちまして、ランナー1、3塁になるんですよ。で、ワンアウト1、3塁という場面で、これ坂本選手ね、坂本捕手が、空振り三振しちゃうんですけども、先ほどと一緒でね、ここか、ここも一緒なんですけども、ここで最低限の打撃ね。まあ、坂本投手は、まあ、そこまで足が速くないんで、まあ、ゲッツー崩れで1点っていうのはなかなか難しいかもしれないんですけども、そこで犠牲フライであったりとか、なんとか、こう、バットに当ててね、なんとかできたら、展開が大きく変わってたと思うんですが、そこをね、この、木浪選手もそうですし、この坂本選手も、同じような場面でね、まあ、同じ場面か、ワンアウト一三塁という同じような場面で、どちらもその最低限、1点取ることができなかったっていうのは、今日の、阪神の敗因かなというふうに思いました。で、そこでここで三振して、2アウト一三塁という場面、で、近本選手回ってくるんですけども、非常にいい当たりではあったんですけども、フェンスの手前でね、森選手がこうキャッチしてね、そこでチャンスが途切れるっていうところで、やはりこう近本選手に責任があるというよりかは、どっちかというとその、ワンアウトで回ってくるバッターがなんとかできたら、非常に良かったんじゃないかなというふうに思っております。で、次5回裏ね、5回裏も、先頭のね、中川選手がセンター前ヒットで出て、で、ノーアウト中で宗選手バントしまして、牽制功しますと。で、それでワンアウト二塁から、紅林選手がホームラン打つんですけども、やはりね、ここはね、この前、これ3打席目なんですけども、これは2打席ね、
フォアボールで出塁してるんですよ。フォアボール、フォアボールなんですよ。で、バッテリーからするとね、やはりフォアボール、フォアボールっていうところで、打席の結果が、まあ、タイミングとかはわかるんですけども、大体ね。打席の結果が、出てないっていう、フォアボールなんで出てないっていうところで、やはりちょっとね、慎重になるというか、どういう、バッティングをしてくるかっていうのが、あまりいまいちつかめてないっていうところがあると思うんですよ。で、せっかくね、これ、ワンストライク取るんですよ。あ、ワンストライク取って、せっかくね、これ、フォークボールをストライクからボールになるようなサインだったと思うんですが、そこがね、フォークボールが浮いてしまって、それをホームラン打たれるっていうところで、これもね、結局今日の村上投手のコントロールの甘さというかね、この間前回登板した時で言ったら全然そんなボールはなかったんですけども、そこがやはり日本シリーズの難しさというかね、重圧もあったりとか、いろいろある中で、コントロールしきれなかったっていうところだし、まあ、打ったね、倉林選手も非常に、打った選手がすごいんですけども、まあ、村上、投手もそういう、甘さというかね、せっかくワンストライク取って、わざわざこうね、真っ向から勝負しに行かなくていいカウントで、その取りに行ってしまったというか、高めに浮いてしまったっていうのは、ちょっと、それは反省かなというふうに思います。で、最後なんですけども、7回表ね。7回表も2アウトから近本選手ライト前ヒット出まして、で、2アウト1塁から中野選手が、サードへの内野安打打ちまして、2アウト1、2塁という、もう言ったら最後の場面ですよね。最後の場面というか、まあ最後のチャンスだと思うんですよ。で、森下選手はね、結局これ、セカンドフライ倒れるんですが、初球にね、フォーク来るんですよ。で、非常に難しいボールなんですけども、結構甘いというか、真ん中付近に来て、それを見逃すんですよ。で、結局ね、ワンストライク取った後、僕先ほども言いましたけども、ワンストライク取った後っていうのは、まあ、バッテリー有利なカウントなんで、そこまでね、真っ向勝負というか、ど真ん中に投げていく必要はないというところで、やはりこの2球目、ワンストライクからの2球目を、インハイのストレート行くんですよ。森下選手に。で、森下選手は、難しい球を打たされて、で、セカンドフライに倒れるというところで、やはり、初球の甘い球を打っていくっていうのは大事だと思うし、やはりピッチャーからすると初球、バッター振ってくる確率が高いけど、そこでもうボール、ボールっていう入り方をするんじゃなくて、やはりね、ファールでもいいし、見逃しでもいいし、空振りでもいいしっていうところで、どんだけ、先手を取っていけるかというかね、ストライクを先に取っていけるかっていうところが、バッテリーからすると大事だし、逆にバッターからすると、その取りに来るまっすぐをどんだけまっすぐというか、取りに来るボールをどんだけスイングをかけれていくかっていうのが非常に大事だと思うので、前回の村上投手なんかは非常にコントロールが良かったんでね、そこは、アウトコースの結構厳しいボールで取れたりとか、見逃しを取れたりとかできてたんですけども、今日はそれができなくてね、甘くなったりとか、そういうのがありましたし、山本投手もね、はじめこう、結構まっすぐ多いなというふうに思ってて、で、まっすぐ阪神打線狙いに行ってるなという感じがしててね、前回と同じようにやられてしまうんちゃうかというふうに思ってたんですけども、まあ、4回ぐらいからかな、4回、5回ぐらいからちょっと変化球を多く使い出して、阪神バッテリーに変化球を意識させながら、まあ、終盤でも157、8出してたんでね、そういうボールが、終盤でも投げれるんでね、変化球を意識させといて、まっすぐで150な、もう後半なんか投げられるとなかなか打てないので、そういうやっぱり配球というかね、相手にどんだけ意識させるかっていうのが、配球の醍醐味だと思うし、野球の面白いところでもあると思うので、そういう配球一つで、前回こんだけ打たれた、投手が、完璧に14奪三振も、取るようなピッチングもできるし、まあもともと能力は高いんですけども、すごいピッチャーではあるんですけども、そういうちょっとしたことで、復活できるっていうところを改めて今日感じさせていただきました。はい、そんな感じでね、すごく面白い試合でしたけども、まあ明日もね、最後ね、見ていきたいと思うんですけども、まあ今日の感じで見ると、明日の先発ね、宮城投手、で、阪神は青柳投手っていうところで、まあ宮城投手にね、阪神はやられてるので、そういうところでちょっとオリックスが、ちょっと有利なのかなって感じもしますし、ホームやしね。まあ阪神としたら、まあ岡田監督はそれ否定されてたんですけども、今日はね、その、西勇輝投手を非常にロングで使った、ロングリリーフで使ったっていうことで、明日にね、総力戦というかね、もう本当に、ピッチャーをつぎ込んでいけるっていうところの状態ではあるので、
そういったところでは、まあ、宮城投手の、まあ、出来次第かな、というふうに思うし、まあ、宮城、青柳のね、出来次第かな、というふうに思うし、今のこの感じ見ると、ちょっとオリックスにちょっと分があるんちゃうかなって、ほんまは僕に、阪神が日本一、4勝2敗で、日本一になるというふうな予想してましたけども、今見ると、ちょっとオリックスの方に分があるんじゃないかな、っていうふうに思っております。はい、そんな感じでね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、まあ、主にジャイアンツ情報を中心にね、本当に毎日ね、毎日動画を YouTube にアップロードしますんでね、ぜひ面白いなと思ってくださった方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日も夜遅いですので、終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。